私と一緒に帰ってくれたら嬉しいなって、ダメかな？本当？よかった。あのね、今度の日曜日、空いてるかな？もしよかったら、一緒に河川敷公園に行ってみない？そうなんだ。いいの。うん。変なこと言ってごめんね。あ、トキシン。今帰りなんだ。なんや？どうした？すごく上手な人がいたよ。スケートの選手なのかな。向上心高いんだね。ちょっと時間あるし、どこか寄って行こうよ。やったー！行こう行こう。ねえ、早く入ろう。早く。もうそんなに見ないでよ。ちょっと暖房効きすぎかな。なんか私暑くなっちゃった。どこも悪いとこなんてないのに、そんなわけないんだけどな。
もう、あれって何なのかな。あの犬、うっとうしいよね。よくわかんないけど、マリちゃん落ち込んでたよ。元気なかったもん。あ、私そろそろ帰らなくちゃ。ああ、時間が経つの早いな。こんなものかな。ねえねえ、一緒に帰ってよ。お願いだから。だよね、まだ眠いよね。勝手に来ちゃってごめんね。それじゃあね。トキシン、こんにちは。あの、お渡しいただけるものって一体何でしょう。まあ、私の誕生日を覚えていてくださったのですか。ありがとうございます。そうだ、もしよろしければ私の家に寄っていきませんか。ええ、せっかくのお休みの日にわざわざ持ってきてくださったのに、立ち話も失礼と思いますから。はい、
それでは参りましょう。どうぞお上がりください。早速開けてみてもよろしいですか？うわぁ、素敵。どうもありがとうございます。おはよう。もしよかったらでいいんだけど、その一緒に学校へ行かない？うん、外で待ってるね。すっごく楽しかったね。付き合ってくれてありがとう。顔が見たかったんやなんてな。そやね。水たまりに薄い氷がたくさん張ってるな。乗った。うち得意なんや。負けへんで。時間あるからどっか寄ってこ。決まり。パーッと行こ。こういう寒い日はホットがええな。オッケー、任しといてや。しかし、リカがそんな真剣に悩んでたなんて知らへんかったわ。それ、ちょっと興味あるな。気持ちはわかるけどな。ごめんな。今日はめっちゃおもろかったな。そや、せっかくやから一緒に帰ろう。